はい、皆さんこんばんは。セカマンでございます。本日もですね、まあ漫画の紹介をしていきたいと思います。ただしですね、結構膨大な漫画を最近買ってまして、何を紹介したかわからないような状況になってるんで、まあ自分の動画をねもう一回見直すのもなんかはずいんでですね、まあもしかしたら紹介する漫画、かつて紹介した重複する漫画が出るかもしれませんけど、まあこの半年ぐらいで買った漫画を今紹介しているところでございます。まずはですね、こちらからいきましょう。ついの対魔師ですね。よもやま先生ですね。見えるかな。この4に肩に山って書いて、よもやま先生って言うんですけど。まあ、対魔師というね、職業。まあ、ゴーストバスターズ的なね、エクソシスト的なですね、まあ、漫画なんですけど、この漫画は、まあ、集めるほどではなかったんですよ、僕の中で。まあ、面白いですよ。めっちゃ面白いですけど。で、この漫画は、モブサイコとか、ワンパンマンの、ワン先生、がずっとしてて、で、まあ、悪くないんですけど、漫才の、かまいたちの、山内さんが、なんか、進めてる漫画なんですね。で、そのことを娘が知ってですね、うちにないのって言ってきてですね、まあ、じゃあ読んでみるっていう形で一巻買いました。でまあ、だから娘が面白いと言ったら、続きも買っていくんですけど、まあ、次買ってきてっていうのを今のところ聞いてないんで、まあ、ちょっと中学校1年なんですけどね、中1の女の子にはちょっとまだ合わないのかなという感じですね。で続きまして、まあ、その中1の女の子、今めちゃくちゃハマってるのがもうブルーロックですね。もうなんかアクリルスタンドとか、なんかファイルとか、なんかバッジとか、もうブルーロックのも全部集めてますね。24巻、最新巻なんですけど、まあ僕もサッカー部やったんで、まあサッカー漫画はある程度読んでますけど、まあもうサッカー漫画結構やり尽くしたところがあって、まあね、まあ難しいかなとは思うんですけど、まあ、ブルーロックは本当人気でね、劇場で舞台もやったり、なんだ、今度映画もやりますし、今度福岡に7月にブルーロック展っていうのもね、三越に来るんですけど、まあそれも娘と一緒に行くんですけど、まあ反抗期を迎えてもですね、まあこの漫画というね、コンテンツを、話のネタにですね、まあ娘といろんな話題があるのはね、嬉しいなと。いう漫画で、ブルーロック頑張れという感じなんですけど、続きましてはですね、こちらポーの一族ですね、秘密の花園の完結ということで、まあ私今大牟田市というところ住んでますけど、この大牟田市が生んだ天才少女漫画家萩尾元先生ね、花の24年組のね、まあ日本のもう大家と私は呼んでいいんじゃないかなと思ってますけど。まあ、ただこれいきなりこれだけ読んでも面白くないと思いますよ。ちゃんとポーの一族を最初から読んでですね、読まないと、面白くないですから。まあ、日本の漫画史を語る上でですね、トップはやっぱり、手塚治虫先生でしょう。で、女性トップは僕はもう萩尾元先生だと思うんで、まあ、漫画を語っていく人は、まあ、読んでいっていただきたいなというふうに思います。続きまして。こちら、地ですね。これはまあ、地だけでですね、一本動画作ってお話したことあると思うんですけど、面白かったです。魚人先生、ね、魚に豊って書いて魚人先生って読むんですけど、はっきり言って絵は下手です。なんか、進撃の巨人の劣化版みたいな感じの絵ですけど、で絵も下手やし、小回りもあんまり上手くないんで、漫画としてはあんまり上手くないんですけど、もうそれをはるかに凌駕する、漫画としての面白さというか、哲学というか、読者にこれを伝えたいぞっていう信念がね、詰まってます。だから、もう極端な話、漫画下手でもいいんですよ。うん。まあ、福本伸之先生の漫画が下手やけど面白いのと同じく、信念が詰まってる漫画なんで、これはもうぜひいろんな人に読んでもらいたい。で、信念があればね、漫画は成立するんだよっていうのがあるんで、絵が下手で漫画を諦めてる人にもね、ぜひ読んでいただきたいなというね、非常に良かったですね。で、まあ終わってしまったということで、まあ残念なんですけど、もう一つ終わってしまって残念な漫画で、49巻までは今まで買いましたという報告してましたけど、ついに50巻買いまして、堂々完結。まさしくこの言葉通りですね。
まあ、僕はもう、ちはやふるいはね、いろんな思いがありましてですね、そうですね、昔ビブリオバトルっていうね、小説を3分間プレゼンしてですね、面白いと思った人が勝ち上がるっていうね、そういう大会に僕、全国大会出たことがあって、で、小説の大会なのに、僕はちはやふるという漫画を持って出たんですね。まあ、予選で、負けましたけどね、全国大会は行ったけど、予選で負けまして、まあ、昔からこの漫画は特別に面白いですね。その、まあ、百人一首がまあ題材にあるんですけど、まあ、その百人一首いろんな、ね歌があるじゃないですか。で、まあ、この漫画っていうのは現代の娯楽ですけども、この短歌とかね、そういう歌は昔の人の娯楽やったと思うんですね。でそういう過去の娯楽と今の娯楽の融合として、こういう作品ができるということは僕はもう素晴らしいと思ってて、今の漫画家のね、天才漫画家と昔の天才歌人が、まあ、コラボした、ね、そういう作品じゃないかなと思ってます。で、まあ、もちろんこの百人一首というね、競技カルタを世に、ね、広めた功労者である漫画なんですけど、まあ、そこはまあ少女漫画なんで、まあ、この主人公がね、このどっちの男の子とくっつくんだろうというね、そういうちょっとラブコメ的なところもしっかりあって、まあ、百人一首のね、短歌にも、由良の塔をね、渡る船頭舵を耐え行方も知らぬ恋の道かなというね、いい短歌があるんですけど、昔この由良の塔というのを題材で、さっきの萩尾元先生がね、アフタヌーンで、寄生獣の、漫画を描いたことがあるんですけど、スピンオフ版をですね、まさしくその句をね、まあ、恋の道ね、その船頭さんが落としたこの舵ですよね、船の流れていってしまうと、どっちに流れていくかわからない様はね、恋愛がどっちへ行くんだっていうのわからないのに非常に似てるという歌なんですけど、まさしくそんな感じでしたね。本当ね、まあ、素晴らしかったね、末次先生の、次回作本当に、楽しみにしてるんですけど、だからスポーツ漫画としてもそうだし、恋愛漫画としてもそうだし、そういう日本の文化を扱った漫画としてもそうだし、まあ、いろんなジャンルでもうトップ総なめにした漫画じゃないかなという感じで、まあ、全50巻ですけどね、まあ、ぜひ読んでいただいて、まあ、日本人はね、こういうものは絶対読んだ方がいいなと思います。で続きまして、こちらデッドマウントディスプレイですね。これはね、転生ものです。僕はあんまり転生漫画読まないんですけど、異世界転生漫画はねあんま読まない。烈海王のでもあれは読んだか、ヤムチャのも あれも読んだけどあんまりね読まないんですけど、でこの漫画ねめちゃくちゃ翻訳してるんですよ。でたまにスクエニの漫画ってめっちゃおもろいのあってですね、掘り出し物もあるんですけど、まあ、僕もこれ漫画喫茶では読んでたんですね。で本屋ではこれねめちゃくちゃ薄くせに一巻いつも売ってないんですよ、どの本屋でも。なんか知らんけど、である日本屋行った時に、あ、一巻置いてると思って、つい買ってしまったっていう漫画で、まあ二巻買うかどうかわかんないですけどね、内容も知ってるしね。でもまあまあ読ませる漫画かな、集めるかな、っていう感じですで続きましてはですね、あ、これな、柏村一家の夜明け、ね、もう私大好き佐村弘明先生、ドクトロアスカで、漫画紹介動画を出してる時は結構佐村先生の漫画ね、もう引っ越しから始まっていろいろ紹介してましたけど、まああれは竹井手足っていうね、別名で出しましたけど、僕も佐村先生大好きでですね、まあ、無限の住人も大好きだしね、ブラッド・ハーレーの馬車も好きだし、まあ、全部持ってるんですけど、この漫画だけなんか知らんけど持ってなかったですね。なんでやねんということなんですけど、まあ、読んだからですね、もうすでに娯楽やったかな、娯楽で、この柏村一家の夜明けっていうのはもうやってて読んで、まあ、他短編あるんですけど、おすすめです。でこの岡村先生は漫画家です。はい。なんですけど、これ夫婦なんですよね、実は。これ知ってる人いるかな？夫婦なんですよ。で、まあ、まあ、それがないやつの話なんですけど、まあ、本当面白いですね。まあ、完成されてるもんな、この漫画はな。もう、ショートショートなんで、まあ、ぜひ買っていただいたらと思います。
で、続いてはこれはな、あのビレッジヴァンガードでね、買ってきたんですけど、これともう一個次紹介する漫画なんですけど、まず一つ目が三住武史先生のですね、ムルチという作品でございまして、まあ、ちょっとこれ変わった漫画ですね。なんていうのかな、書こうと思っても書けない、そういう漫画。まあこれも短編集なんですけど、これは努力しても書けない漫画ですね。こういうセンスというか才能というか、まあ不思議な漫画ですね。で、まあこの先生が今後、若いんですよ、この先生ね。どういう漫画を書いていくかなっていうのが、ね、楽しみでしたけど、亡くなってしまったんですね。34歳ですよ。一期の新人賞を受賞してですね、惜しまれつつ34歳で亡くなってしまったというね、先生でございます。まあ僕が死んだって何も残りませんけど、漫画家さんはね、亡くなったらこういう作品は残ります。ただしやっぱり新作を出していかないとですね、少しずつ忘れられていくと思うんですね。で、まあそうならないためにも、まあ何かできないかということでね、まあこういう作品を紹介する、漫画を紹介するために頑張ってるんですけど、まあ本当残念ですね。本当残念。まあ、青春ファンタジーというのかな、そういうのが詰まった漫画ですね。ぜひ手に取ってこういう漫画家さんもいたんだなということをね、忘れないでいてほしいです。で最後です。最後は同じく、ビレッジヴァンガードで買いました。じゃじゃん、ジョジョです。何を今更と、お前ドクトルアスカの時お前ね、ジョータロの服を着とったやないかいという突っ込めるかもしれませんけど、今、実家じゃないので、ジョジョが全巻ないんですよ。ジョジョリオンは全巻あるんですけど。で、そんな中で僕はこういうジョジョの本とかをよく読んでるんですね、家の中で。で、娘がですね、ジョジョって面白いのって聞いてくるんですね。でも家にはないじゃないですか。だから、まあ、この文庫本をですね、買いました。面白いなって思ってもらったら、またこの3部からね、続きも買っていこうと思うんですけど、まあ僕は某お笑い芸人みたいにですね、3巻か、あ、第3部から読めとかそういうわけわからんことは言いません。やっぱりジョジョという作品はですね、人間参加ですから、もう1巻から読んでいただきたいとね、いうところで、娘のために買ったね、ものでございます。4,000円かな。安い。というところで、今日も何冊か漫画紹介しましたですけども、もう13分か。だいたい10分ぐらいの動画にしたいなと思ってるんですけど、まあほんとね、やっぱり漫画は、作品は、一冊一冊、漫画家さんの魂が詰まってます。もし今日の動画でね、いいなと思われた方はですね、ぜひこの漫画をですね、他の人にも勧めてあげていただけたらなと思います。それではまたこの漫画紹介動画、続きもやっていきたいと思いますんで、またよろしくお願いいたします。それでは、さよなら。